グイネズ、グイネズ、グイネドは、ウェールズ北西部の州。かつてのにちなむ。面積の広い州であるが、人口が希薄な州の一つでもある。人口の大多数が、ウェールズ語を話す。グイネズは、バンガー大学、旧ウェールズ大学バンガー校がある。また、美しいとの大半がある。グイネズの名は、アングルシートを含める。 儀礼目的で使用される州と同盟のの名、グーイネズとしても使用される。グーイネズは、ローマ帝国の属州ブリタンニア時代終わりから13世紀まで独立した王国であった。13世紀、イングランド王国に征服され従属させられた。現在のグーイネズは、かつてのグーイネズ王国の領土を基盤としており、イギリス地方自治法の下で1974年4月1日に、 作られた八つのウェールズのカウンティのうちの一つである。かつてのアングルシーの、そして、全部、の数教区をまとめて成立した。カウンティは、五つの地区に分けられていた。アバーコンビク、アフロンク、ク、メイリオニズク、アングルシークである。が1974年のカウンティと五つの区を1996年4月1日に、廃止し、分割した。 アングルシーは単独で一つの州となり、アバーコンビー、かつてのデンウィーシャーの一部を含むは新設された州に加えれた。カウンティーの残りが、カーナーボンシャーとメリオネスシャー、カーナーファンシェアマリナスシェアの名で、プリンシパルエリアとなった歴史的な州名を反映させている。その最初の活動の一つとして、カウンシルは1996年4月1日よりグーイネズと解消した。 現在のグーイネズは、グーイネズ議会が治める単体の州であり、もはや地区を持たないが、アルホン、ドワイファー、メイリニズワの名として使用され続けている。1996年以前の教会は、の称号として使用するといった、わずかな目的でプリザーブドカウンティーとして維持されてきた。2003年、州は、現在の自治議会協会と合わせて調整された。 プリザーブドカウンティーとして今アングルシー、クルイド全体を含んでいるコンビ州をカバーするためであった。は、アングルシー、カーナーボンシャー、メリオネスシャーの吸収から1950年に成立した。さらなる合同は1960年代にグーインネズ警察管区がフリントシャーとデンビーシャーの警察を吸収った時に行われた。名前はグーイネズが採用された。 地元議会がウェールズで刷新の申し出をし、グーイネズは北ウェールズすべてをカバーする自治当局の名と主体いという申し出がなされた。しかし、グーイネズとクルイドの間のこの地域を分割して法律化する実施案であった。混乱を避けるため、グーイネズ警察管区は北ウェールズ警察と解明した。1951年にスノードニア国立公園が設立された。 1974年以降、地元政府が再編され、公園ほぼ全体がグーイネズの教会内に収まった。そして、グーイネズ衆議会の部署として運営された。1996年以後、地元政府が再編され、公園の一部がコンビ州に入ることになった。公園の行政部門は、グーイネズ議会から切り離された。グーイネズ議会は、 今もスノードニア国立公園の運営委員18人のうち9人を任命している他コンビから3人から6人。2001年度の調査によればウェールズうちでのウェールズ語話者の数は過去100年間で初めて増加した。約2900万人の人口の20.5%がウェールズ語を流暢に話せる5人に1人。加えて人口の28%は ウェールズ語を理解できるという調査は増加が都市圏で最も目覚ましいことをあらわにした。しかし、ウェールズ語話者の数はグーインネズ内では減少しており、1991年には人口の72.1%がウェールズ語話者であったのが、2001年には68.7%であった。グーインネズでのウェールズ語話者の減少は、ウェールズ語を理解しない住民が、 北ウェールズへ移り住んできたことが反映している。地元ウェールズ語話者が好む以上に資産割合が上がっていると、元グイネズ週刊部で、政党プライドカムリ党員、セ門モン・グリンは、その論争における注意点に焦点を当て、2001年の議論を巻き起こす原因となったコメントをした。グリンは、地元住民が払う額を超えた家の価格の問題を強調したレポートで、 伝統的なウェールズの共同体が滅びてしまう。とコメントした。田舎のウェールズの不動産市場は休暇のための別荘や退職後の家をセカンドホームとして探す購入希望者のため盛況である。多くの海底らはイングランドからウェールズへやってきている。なぜならイングランドでの住宅価格と比較してそれほどウェールズの住宅は高くないからである。 住宅価格の上昇は、ウェールズの平均収入を追い越し、多くの地元民らは新規で、住宅を求めようとすると買えない事態となった。2001年、グーイネズの1、産地海不動産が、州外の買い手に買われた。そして一部の共同体では、地元住宅の1、産が休暇用別荘として使われていると伝えられた。別荘の所有者らは、少なくとも、 年6ヶ月以上を地元共同体で過ごす。地元民の論争が地元不動産市場の値を上げることはイギリス中の多くの壁地共同体では普通のことだったが、ウェールズでは言語の重要さが加わりさらに論争を複雑にした。同様に多くの新住民がウェールズ語を学ばなかったのである。これらの圧力の下でウェールズ語を懸念し、グリーンは一度 ウェールズの地元共同体で暮らす50%以上の誰もが外国語を話せば、ウェールズ人はすぐに固有の母語を失うのだ。と言った。ウェールズ政党プライドカムリ、プラットカムリは長くセカンドホームにおける管理を援護してきた。デイビス・ウィグリーによって2001年プロジェクトチームが立ち上げられた。チームは土地は 地元住民が暮らすのに好ましい家を割り当てるべき、そして家を購入する地元住民に補助金を与えるよう呼びかけた。そして、スコットランドのハイランドにおいて導入されたものと似た施策で休暇用住宅には地方税を2倍にすべきだと勧告した。しかし、ウェールズ議会内で連立を組むと自由民主党はこれらの提案を跳ねつけた。議会の住宅担当報道官。 ピーター・ブラックは我々にウェールズ語に関する法律を計画する構想はないのようなやり方でセカンドホーム所有者に対する懲罰基準を取ることもこれらのようなウェールズ語保護派の申し出が地元住民のための住宅の価値に影響を与えることもないだろうと発言した2001年秋からイングランドのエクスムア国立公園当局は 公園内でのセカンドホーム所有に制限を設ける考えを明らかにした。31%ほど地元住宅価格が跳ね上がったためである。プライドカムリ党議員会長、イーレフィン・ハルウッドは、エクスムア国立公園における法令は、ウェールズの場合と同じである。しかし、ウェールズでは独自の言語と文化の消失が加わっている。といった。論争を反映し、 グリーンのコメントがその年早く出された。プライドカムリ党議員会長ハルートは関心のあることはもちろんエクスムア国立公園が自らの環境を守るためしたことが正しいというとだ。しかし、ウェールズではあなたがエクスムア国立公園のようなことを行おうとすればあなたは人種差別主義者と呼ばれるだろう。と述べた。ハルートは他の政党に エクスムア国立公園の事例をウェールズに持ち込み、議論に加わるよう呼びかけた。私は本気であなた方に問いたい。私はプライドカムリ島に同じテーブルに着くよう頼み、エクスムア国立公園の提案について話し合い、我々が今ウェールズへこの提案を持ち込めるかを話し合いたいのだ。2002年春からスノードニア国立公園、ウェールズをパークセナドリータールエリート、 ペンブローク海岸国立公園、ウェールズ5、パークシナドリータールアーファーダーペンフロの当局療法がすでに行われているエクスウェア国立公園での事例に習い、公園内でのセカンドホーム所有に制限をかけ始めた。スノードニア国立公園とペンブローク海岸国立公園の設計者によると、新規住宅の申し込み者は、証明済みの地元の義務を証明しなければならない。または、 申し込み者は居住希望の土地の共同体と強い、つながりを示す必要があるという。2008年5月1日の地方選挙で、数名の議員が、リージョナリズム政党から出馬して当選した。この政党は、本質的に、地元の学校や、その他、地元グリーインレズの諸設備の閉鎖に反対し、ウェールズ園各地を代表する、プライドカムリ等の伝統的な優勢を変えようとする。 圧力団体である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。